よっしゃ、じゃあ、水戸遺跡から無事帰ってきて、で、落ちた水戸遺跡を、探そうとか言ってたんで、ワールドマップへ行ったよら、出てし、る？どこに行くんだ？そんなわけもなく。じゃあ、データばか。イベントやりましょうか。竜の拳と死骸。死骸でミーチェのイベントと見たから、どう？よし。さあ、ミーチェの恋物語は100%そんな叶わないでし熱心にょ見て、恋というものでもあるんですか？う。カトラちゃん鈍感なんか、そんで。そうですね。ここはその、そう、品揃えが豊富なので。本当にそうですか？ミーチェさんも物好きですね。カトラちゃんってほんでいくつ？何回も言ってるような気がするけど。告白したけども、めっちゃ勇気振り絞って。と言ってくれるじゃないですか。好きなだけ見ていってくださいはね。い、スルー。好きなだけ。これは絶好の機会では。どんな思考や、お前。焦っちゃダメだ。このプレゼントは最後に。どんな思考してんねん、みーちゃん。お前、終わってんな。あれ？またみーちゃくんがカトラちゃんのお店にいる。何か買うのかな？あ、そっか。お？そういうことなのかな。エスカが分かった？こんにちは、みーちゃくん。プレゼントは決まったの？エスカー！エスカさん、その話は。そしてチグハグー。プレゼント？何のお話ですか？話ずれてる。コント来たみーちゃくんがプレゼントを。それはダメです。見事に仕上がってるで。ダメに決まってるじゃないですか。僕がどれほど悩んだことか。え？だってお仕事で送るプレゼントのことだよね。てっきりカトラちゃんのお店で探してたのかと。え？れ？違ったかな。ここでどうなる？すみません、少し勘違いをしていました。なんやなんや。その件は内密な話だったものですから。なるほど。そうだったんですか。いや、道理で長いこと悩んでると思いました。うむうむ。そういうことなら私に任せてください。とっておきの商品を提案しましょお、カトラちゃん。う。そういうことなら。あなおお。ただったらこの中で何が欲しいでしょうか。いい質問、みーちゃん。この品揃えの中でですか？特にないな。カトラちゃん？特にないの？それはそれですごいね。エスカツッコミ役。すみません、私の好みじゃあんまり参考にならないですよいね。やー、なりますじゃよ。あ、この謎の綺麗な石はどうでしょう。幸運が来るかもしれませんよ。ふむ？石。では、それをください。ありがとうございます。いやー、売れてくれてよかったです。カトラちゃんではは、裏がないの僕かはも。これで。謎やな。喜んでくれるといいね。僕が選んだプレゼントだと少し難しいかもしれません。みーちゃん、なんかでもかわいそうやで。これ、ほんでまだ続くイベントやんけ。なあ。マジかよ。カトラちゃん、どう？いらっしゃいま。どう？カトラちゃん、なんとなくわからんわな。まあ。カトラちゃんは一体いくつ？そしてミーチェはいくつ？君たちはいくつだ？ん？どうなん？どう思う？頑張ってるよ、ウィルベルちゃん。というわけで、竜の拳のイベントも行きましょうか。お、そう姫。いえば、リンカさん、おお、あの続き大か。食い大会優勝おめでとうございます。そうですね、リンカちゃんが圧勝しましあたりがとうございまね。す、エスカ。ただ食べるだけでこうして祝われるなんて本当に嬉しい。しかし、食事無料券もあっという間になくなりましたね。もう少しあればエスカにも分けたのですが。もう使い切ったんか。もうなくなっちゃったんですか？使い切るの早すぎですよ。さすがリンカちゃん。いやー、姉ちゃんの食いっぷりは見ててすがすがしいね。こう、おとなしく綺麗に食うんだけど、量はもりもり食うんだよな。かっこええな、訓確か練や調査は体力を多く消費します。消費した体力を回復させるには食事を多く取るに限ります。さすがリンカ。その点、この店は非常に通いやすい。
今後はもっと利用するようにしましょう。もう念願の女の子がよく来るってことやで、これは。そいつは頼もしい。どんどん食っていってくれよ。よしよし。しかし最初はどうかと思ってたけど、女の子の参加ってのも案外いけるもんかな。リンカちゃん特別やからな。エスちゃんも次は参加してみるかい。優勝狙えるかもしれねえぜ、うん、いやいや、あの量はさすがに無理ですよ。指ピンって立ててんな、リュークさん相変わらず。でも面白かったし。いつまで立ててんのかな、あの指。次はいつやるんですか。そういえば、まだそれを聞くのを忘れていました。次の開催日程は決まっていますか。ここでここでしまった指。結構無理して食材調達に走ったしな、うんうん、いつもの営業をやる分だけで確保が精一杯になってきたぜ。ほうほうほう。次はどうなるか。そんなに食材の確保って難しいんですか。曲がいきなり真面目になったで。大量にってのがやっぱり厳しいな。そんなに食料も余っちゃいねえし、うんうん、今回も無理くりなんとかやった贅沢だ。しばらく開催は無理かもしれねえ。マジか。なんと、それは残念です。また無料券が手に入ると楽しみにしていたのに。もう勝てる気満々やな。やっぱり最近だとそういうのって厳しいですよね。もう一度見たかったな。確かにな。ま、安心しろって、やらないわけねえだろ。さすが、さすがに今すぐってわけにはいかねえが、またやってやるから楽しみにしててくれよ。このポーズアウィンもやってたな。おお、それは頼もしいです。ぜひお願いします。あのポーズのまま前メガネとかかけてとせ、あ、噛んだか。そうだよな。やっぱりこういうのは若い連中のためにもやんなきゃダメだよな。うん、ぜひぜひ。リュークさん、えらい普通に真面目なイベントとして終わってもうたかな。ねえ、リュークさん補充した。じゃあこれ、美食家のどうのこうのを買っておいたよ、君のために。こんなもんか。よし、ではアトリエに戻ってやることがない。あ、じゃあなんかいろいろ調合できるようになったから、これ無理やんな。でも道しるべを作るためには、アイヘイとかを作らなあかんねやったっけ。イライリスと、そう、アイヒウィングプラントを終わらすけど、お菓子が全く足りないという、とんでもないオチが待っているという状況でございますよ。これはマジまずいね。女子開発班オフィスなかったっけ。よし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 、はい、どうぞ。オッケーオッケーオッケー。レベルが50です。錬金レベルも上げたいところ。なんすかこれ、なんすかこれ。課題選択とは何でしょうか。はい、どういうことどういうこと。ここに何か入れれる。はい、課題選択とは一体何でしょうか。あ、じゃあドラゴン退治やから、で、ついでにこれも装備した状態でいけるから、こうやったらどうなんの。よくわからんねんけど、挑戦します。よろしいですかって言ったけど。あ、はいはいはい、 I see I see。 なんかポイントをまたリセットしてまたもらえるのかと思いました。では第9期をやっていきましょうか。あれ、なんか今ピロロンって言った。道具の知恵袋、はいはいはい、最初からスタートしたみたいな感じになってるわけね。あ、じゃあ今までは全部もう 100% できてるんで、僕はもうこれをやるだけで OK ということですね。ちょっとシステムを理解できてなかったので申し訳ございません。では、リンゴハウスに行ってニオちゃんを見る、アップにする、話しかける。いらっしゃい、エスカちゃん、何か必要なものはあるかな。はい、ニオちゃんのイベントが最近少なくてほんと寂しいっすよ。いつでも来てね。この触れ合いしかないね今。ニオちゃんとの触れ合い、これしかない。よし、じゃあなんか調合するかな。あ、でもゴルトエッセンスや、ゴルトエッセンが来てるとか言うてたよな。ゴルルじゃ、うん、ゴルルに行こうか。じゃあよし、じゃあゴルルに行こう。さて、我らが倒すべき相手は決まった。そう、これから竜の巣に竜の巣に住むゴルトエッセンさんを倒しに行きましょう。なんか帰ってきたっていう噂が聞いてましたんで、あのザコ竜を倒しに行きましょうか。ただのザコ竜、ここになんかザコイ竜がいるという噂が、うん、ほら来てる来てる。
哀れな竜さん。これさえあれば。よし、じゃあボコリに行くか。もうすでに昔買ったもんな。私は料理された後の方が好きですが。そうやな、私もやな。同感。リンカちゃんと同感。うん、仲良くなれそうやな。うん、気持ちいいよね。うん、気持ちいいな。これもエスカと同感。カゴに入れておこうと。お、どうするどうする、異物発見しとくじゃ。うん、ねえ、何かあるの？ね、メルトテッコ好きなんですよね。だけどメルトテッコいとくかな。うん、オッケーオッケー。前時代の異物ですね。よし、じゃあゴルさん倒します。なかなか貴重なものらしいとマリオンが言って。近いな。食われるぞお前、そんな近さはいくらなんでも。さあ舞い降りるは鉄を食らう竜ゴルトエッセン。うん、もうちょっと低い声出した方がいいかもしれんな。もうちょっと低い声出していこう。じゃあゴルトエッセンとか、うん、ちょっとしんどいしも普通に行こうか。じゃあ、まずは竜の飛躍を自分自身にかけてしまいますか。うん、ナイス。で君もエアとブリッツで防御力とかいろいろ下げとく。とりあえずエアとで防御力を下げとく。はい、オッケー、いい感じ。で、これは虫。灼熱の息吹は虫。はい、これやもんな。お前、それで竜の名前を、なんていうの？手に入れてええと思ってんのか？お前、ほんまに。舐めたらあかんぞ、竜を。なあ、竜舐めんなよ、お前。次元爆弾一発だけ決めとっか。こいつに火の属性が効くかが気になるところやで。火の属性が効くなら、すごいねこれ。火が効いてますので、次誰やったっけあいつ、ロジーが来たらかましましょうか。というわけで、おたけび一戦。はあ、強い強い強い。よし、じゃあロジマルダブルなんとかいくぞ。で、エアとブリッツからの次元爆弾で決めます。さあさあさあ、どうやどうや、どんな感じで来る。スタンプなんとか、うん、158までいった。いいね、やっぱりエアドブリッツはダメージレートが溜まりやすいというのがいいところではないでしょうか。そして淡白な攻撃をかます。うん、これ短くても大好き。ただかぶいてんな。あのね、エスカが後ろに行ってしまうんですよね。それがちょっと気に食わないというのが、私の爆弾。オッケー、爆弾いったれ。はい、うん、違う、4000、終わったー。ゴルさーん、やったー、勝ったよ。ゴルさん、君、竜？竜っていうか、なんや？そしてなんもないもんな。すげえ悲しいわ、俺は。アトリエ戻ろうかな、じゃあ。てどうしようどうしよう。アトリエ戻ってなんかすることあるっけ。調合とかやるしかないよな。まずはもう絶対勝てへんもんな、この辺は。てじゃあアトリエに戻ります。ここのメロディー綺麗のに変えちゃった。おっ、あの子どこかで気づいた。エスカちゃん、フラメオのことを言ってるんですよね、おそらく。あのミト遺跡にいた青の女の子。どうしたエスカ。うんうん、さっきからずっと唸ってるけど。オッケーオッケー、進んだ。勘違いかもしれないんですけど、うん、ミト遺跡で会ったフラメオちゃんって前にどこかで見た気がしませんか。はい、あります。エスカもそうか。お、ロジやるやん。実は俺もそんな気がしたんだ。ロジやるやん。確かにどこかで。気づけ。今思い出したんですけど、調査中に見つかった石板のことって覚えてますか。グッド、エスカグッド。あったな。あれがどうかしたのか。オッケーオッケー、気づいたで。待っててください。もう一度組み合わせて確認してみましょう。よっしゃ。ってことは同時にフラメイはな、あれと見ても。これに書かれていた精霊みたいな子ってフラメイちゃんに似てますよね。うん、そして真ん中未踏遺跡でその下にいるのがクローネです。ああ、そうか、そういうことか。気づくか。道理でどこかで見たことがあると思ったら。気づくか。なるほど、確かにエスカの言う通りかもしれないな。ってことはこれはフラメンの石板だったのか。うん、ということですね。じゃあ空を飛んでるのがフラメンちゃんで、うんうん、地上にいるのは人間で、この流れはなあ、
その間にいるのってもしかしてクローネさんなんじゃないか。ロジー合格、ロジー合格。そんなはずないと思いますけど。だってこれすごく昔に作られたものじゃないですか。でもクローネさんは、いや、うん、クローネさんだったらありえる話だ。うん、それに納得もいく。オートマタですからね。もしかするとあの人だったらフラーネについて何か知っているのかも。とにかくクローネに聞いてみましょう。このまま行くか。よし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 。さあもうネタは上がってるで。あらあら、まだそんなものがあったのですか。もうすべて失われたのだと認識していましたが。覚えてたということですか。やっぱりあれはクローネとフラメウちゃんだったんだね。うんうん。どういうことなの。どうしてあの子と一緒に。フラメウは私と同じ時代に生まれ、うん、あなた方が未踏遺跡と呼んでいる装置の管理素体となりました。ああ、もうそこまで知ってる。やっぱりあなたはフラメウについて知っているんですね。ええ、もうあのシステムは完全に停止しているものだとばかり思っていました。うんうん。しかし私と同じく動力が無事である以上、やはり停止するわけがなかったのですね。なるほど。昔二人はあそこで何をしていたんですか。うん、詳しい話を聞かせてください。ぜひぜひ。あの遺跡は枯れ果てた大地を植物の育つ環境に再生するための装置でした。やはりそうか、あの遺跡は枯れ果てた。うん、なるほどなるほど。そこでフラメンは私や多くの仲間たちと共に長い長い年月をかけて大地を救う研究を続けてきたのです。やはりそうやったのか。植物が育つようにか。昔の人たちはそのためにあんなに大きなものを作れたんだね。やっぱ大地は完全に一回滅びたのか。しかしフラメンは考えてしまったんです。人間がいたら正しい研究結果が得られないと。うんうん。それはどういうことですか。一緒に研究をしていたんじゃ。ええ、ですが大地の再生を研究する上で環境への影響が予測できない人間の存在は不確定要素として認識されたのです。その結果フラメンは私たちが止めるのも聞かず、なるほど、人間の手の届かない空へと一人であの装置を運びました。I see. しかし英語言うてもた。この数百年あれが活動をした形跡はありません。おそらく何らかの事態があり機能を停止していたのでしょう。うん。そこに俺たちがたどり着いたことでやらかした系やん。目覚めたのか。やらかした系やな。それまでずっとあそこに一人でいたの。そんなのって。あれから数百年が経過しています。そんなに。あの時代を生きた仲間たちはもう過去の人々です。うん。いっそのことあのまま眠っていた方がフラメンは幸せだったのかもしれませんね。やらかした系やん。あ、行っちゃった。あ、ごめん、めっちゃ怒ってるかもしれん。そっとしてあげましょうよロジーさん。そっちか。あんなに悲しそうなクローネって初めて見ましたもん。それもそうか。だけどまさかフラメンの知り合いがこんな近くにいるとはな。確かにな。驚きました。クローネは自分のことなんて全然話そうとしませんから。小さかった時からずっと一緒にいるのに。よく考えたら私クローネのことを全然知らないのかもしれません。うんうん。正直言って前時代で起きたことなんかあんまりわからなくていいと思っていたよ。うん。仕事だから遺跡の調査もしてるけど、どちらかといえばそれで見つかる前時代の技術の方に興味があった。まあなあ。でも今は真実が知りたい。いいねロジー。クラメンは遺跡を落としたりしてどうやって大地を救おうとしているんだ。うん、そうですね。クローネはそのことについて全く話してくれませんでしたし。でも私はそれよりクローネとフラメオちゃんのことが気になるんです。気になるな俺も。二人は知り合いのはずなのにずっと離れ離れのままだなんて。うんうん。そんなの悲しすぎますよ。会いに行くか。そうだな。俺たちにも何かできるはずだ。何でもいい、とにかく行動してみよう。よし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 。きっと二人が幸せになるためにやれることがあるはずですよね。あるある。
あるで。イベントは終了のお知らせです。黒根は？はい。今日もいい天気ですね。たまにはのんびり過ごすのも悪くないかもしれません。おとぼけキャラ装いやがって黒根め。とは言っているものの、ワールドマップじゃあなんか来た？どう？さて。違う。と思ったらイベント連続できました。わかりました。私も同行させてください。お願いします。よし。あの、フラメオちゃんのところに行くなら、私も一緒に連れて行ってください。もちろん、ニオちゃん。声を聞くことができた